皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。総裁選の期間は27日までですが、約2割の議員が投票先未定のため、情勢は流動的です。総裁選の仕組みとしてはこちらの図をご覧ください。国会議員20人の推薦を集め立候補します。今回は9名の候補者がいますね。国会議員1人1票の国会議員票と、全国の党員・党友による投票で配分が決まる党員票で争われます。こちら合わせて736票となっています。そして投開票がされます。国会議員票と党員票を合わせた有効票の過半数を得た候補者が新総裁に選出されます。ただし、1回目の投票で過半数を得る候補者がいなかった場合は、上位2名による決選投票が行われます。決選投票は、国会議員が改めて1人1票を投じるのに加え、各都道府県連にも1票ずつ割り振られます。各都道府県連の1票は、党員投票の結果に基づき、上位2人のうち投票数が多い候補者が自動的に獲得する仕組みです。自民支持層電話調査で、新総裁に誰がふさわしいか尋ねたところ、高市氏が最多の 27.7%、 石破氏が 23.7%、 小泉氏が 19.1% と続きました。本編は上位3名にフォーカスをして、その経済対策を少し詳しく見ていきましょう。それぞれの候補者が YouTube などの番組で発言した内容にも少し触れてお伝えしていきます。高市経済安全保障担当相は、何よりも経済成長が重要と訴えています。危機管理や成長分野への投資によって経済成長をどこまでも追い求める。そして歳出カット、増税を行うと経済成長を止めてしまう可能性が大きい。なので、何もかもばらまきではなく、民間投資で賄えるところは民間投資を誘発するために、国が明確に戦略を出す。そして PB が赤字でも名目金利を上回る名目成長率によって財政は改善。高市氏は総裁選候補の中で唯一積極財政を主張しています。続いて石破元幹事長、物価上昇から経済物価高対策により国民を守ると主張。地方経済を再生し、消費と投資を最大化する成長型経済を実現。少子高齢化や人口急減少を乗り越え、国民一人一人の豊かさを実現。経済あっての財政との考え方に立ち、デフレ脱却最優先の経済財政運営を行い、成長型経済の実現を図るため、成長分野に官民挙げての思い切った投資を行い、持続可能な安定成長を実現しつつ、財政状況の改善を進める。そのために早急に経済対策を策定し、成長戦略を取りまとめ、その実現に向けて政府与党一丸となって取り組むとしています。小泉進次郎元環境省は、首相になれば直ちに物価高対策の検討を指示する。年金生活者や低所得者の世帯を対象に追加の給付金を検討すると述べ、地方創生臨時交付金を拡充すると強調。そして政治改革を実現した上で、日本の経済社会にダイナミズムを取り戻すための改革を進めるとして、日本から新しい産業が次々と生まれ、賃金が上がり、生活が豊かになることを主張しています。現在9名の候補者がおりますが、どの誰の政策にしても予算編成だったり国会の審議が必要ですので、一定の時間がかかるのが現状です。そしてどうやら財務省との駆け引きがキーになっていきそうな雲行きですね。やはりキーパーソンになる首相、それを事実上決める自民党総裁選。党員でなくても国民の関心は高まっていきますね。このチャンネルでは報道されている事実のみに基づきお届けしております。引き続き各候補者の発言や投稿をチェックして注視していきましょう。またこちらのチャンネルでは、このような給付金の配信や自治体独自で行っている給付金や支援情報なども配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。
分かりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。